告知。はい、お久しぶりです。モカです。なんかかなり久しぶりに動画を撮ってるような気がするんですよ。はい。久しぶりの動画がまさかのモカ名義かよっていう話ではあるんですけど、まあ、最初に言った通りなんですけど、お告知があります。はい。いや、ほんと久しぶりに告知するな。いや、告知自体は初めてかもしれない。こうやってやるのは。うん、はい。ということで、新譜です。多分ね、今年の夏ぐらいからずっとね、せっせこ作っていたものがあるんですけど、新作の EP を出します。記念すべきファースト EP ですね。まあ、ちょっと軽くね、まだ詳細は置いておくんですけど、また後日に。軽く内容をお話しすると、かなり前に、去年かな、にシングルで、パンと出した、エナジーラッシュユートピアという楽曲があるんですが、それをメインテーマに据えた EP を出します。そうなんですよね。あれ実はね、単発じゃなくってシリーズものだったりしてるんですよ。まあ、そのあたりのことはですね、ライナーノーツを読んでいただければいいかなっていう感じです。はい。で、まあ、それの、まあ、関連する楽曲の、まとめみたいなやつを出します。まあ、ミニアルバムというか、まあ、EP というふうに、僕は言い張るんですけど、それが出ます。はい。と、その EP からね、一曲抜粋して、先行でシングルを出します。じゃあもう、画面に出そうか。はい。っていう感じでですね、EP から、一曲ですね、パープル&ピンクという楽曲を、シングルで出します。シングルが、リリース日が12月の12日ですね。本当は8日に出す予定だったんですけど、少しずれました。はい。で、そこから10日後の22日に、EP が無事リリース。日本語間違えたかもしれんな。リリースされます。はい。ダウンロードと、各種ストリーミングサービスでの、まあ、2形態でのデジタルリリースっていう感じですね。願わくば CD を出したいところではあるんですけど、知名度がね、全然ないし、そこまで人気があるってわけでもないんで、まあ、売れないなっていうことで、俺が大損こいて終わるだけなんでね、まあ、ちまちまとね、地道にやっていこうかなっていう感じです。はい。もうすっかりですね、音楽活動の方に、主軸がね、活動の主軸が、シフトをしましたんで、まあ、完全に YouTube はもうほぼ、置きっぱなし、やりっぱなしって感じではあるんですけど、という感じでですね、やっとリリースです、めちゃくちゃ頑張りました。はい。ですね、もう画面に出てるんで言っちゃうんですけど、イラストはですね、エナジーラッシュユートピアでね、ジャケットを担当していただいたほのさんですね。他にもまあ僕のアイコンだったりとか、このチャンネルのね、僕のアイコンだったりとか、ツイッターとかね、いろんなところでアイコンを書いてくださってますね。で、タイトルロゴの方ですね、かっこいいロゴの方はですね、チャンズさんです。はい。今ね、このバックグラウンドに出ているこのモカのロゴもそうなんですけど、セルモカ合作のしっちゃかめっちゃかの、アートワークもね、トータルでデザインしていただきましたね。で、あと、ビヨンド。
2020年かなにの一発目に出したあのガチガチのテックコアかな、あれテックコアでいいのかなの、アートワークもチャンズさんがやってもらいましたがやってくれましたね。あの YouTube の方はあの自作のね、あのチャンズさんからね、あのもらう前のあの自分で作ったやつなんですけど、多分サムネはねチャンズさんが作ったやつになってるのかなだったはずです。サンクラとリリース版がチャンズさんの、アートワークになっていますんで、もしよかったらそちらの方もね確認していただければなと思います。はい、今出せる情報はとりあえずこれくらいかな。まあ、詳しいね楽曲の収録内容とかはね多分12月の頭ぐらいに改めてクロスフェードをねちょっと出そうかなっていうふうに思ってるんで、それを待っていただければなと思います。はい、という感じですね。でまあちょっとね今のうちに宣言して逃げ道を立っておこうかなと思うんで言っておくんですけど、来年はアルバムをね出そうかなって思っています。はい、来年はね来年のことは来年の自分に任せるとしてね。でとりあえず予定としては、エナジーラッシュユートピアのエクステンデッドをロングミックス、まあ、尺を伸ばしたバージョンをですね、収録しようと考えています。というか、もう収録することは確定してます。はい。と、なんとですね、エナジーラッシュユートピアのセルザリミックスも収録します。これは、ね、ちょっとね、もし可能であれば、ちょっとね、一緒にセットとしてね、出したいなっていうふうに考えてたんで、思い切ってね、ちょっとセルザに確認を取ってね、OK もらったんで収録します。という感じなんで、皆さんどうかお楽しみにしてきていてください。本当に、かなりね、思い入れのある楽曲なんですよ。いろいろと。エナジーラッシュユートピアは、まあ、その辺はライナーノーツにね書いてあるんでまあ多分リリースして EP をリリースしてからしばらく経ったらねまたまとめてねEP のライナーノーツもね出そうかなっていう風に思ってるんで、また多分そこで詳しく書くんじゃないかなという感じです。はい、ということで以上でお知らせは終わりです。 お知らせと宣言かなね。あれよあれよともう1年も終わります。2022年が終わっちゃいますね本当はねちょっとね10月ぐらいにね EP 出せたらなってふうに考えてたんですけど、まあいろいろとねタイミングが合わず合わずで、ね、急遽一曲ね新しく書き直したりとかして収録で予定だったやつがねちょっと収録できなくなったりしたんでね、いやということもあって、伸びに伸びて12月リリースっていう感じです。ようやくここまでこぎつけたんですよね本当にということなので続報を待てという感じです。以上モカでした。またね、まあ、何かの機会にお会いできたらなと思います。それでは、皆さん、ご視聴ありがとうございました。ご視聴、ご清聴ありがとうございました。バイバイ。